レッシュ北海道釣った魚しか食べれませんの旅。太一です、こんにちは。ってわけで俺タイトルしか聞いてないんですけど、これねピーカーのページでして、はい、まあ大体タイトルで、まあ、カブバイクのね、カブで一周北海道を釣った魚しか食べれませんまあよく分かってないでしょ。うん、分かんない。まあ釣った魚しか食べれないと思う。まあ、まずまあ、ルール説明、ちょっとお教えします。まず太一くんには北海道一周してもらいます、カブで。はい、まあ太一くんはね釣りが大好きだということで、まあそれはそうね、どうせならやっぱ北海道の沿岸をずっと一周してもらって、釣りをしてもらいながら太一のその釣りのね技術を存分に発揮してもらって北海道一周してもらうと。一周ってその海岸線沿いってこと？海岸線沿いをずっとずっとね。でもただ一周するだけじゃないから、この進み方っていうのがはいはいね、まずサイコロ振ってもらいます。おう、まあ要は完全と桃鉄ですよ、桃鉄。なるほどね。あー、カブ鉄よ、カブ鉄。何や、カブ鉄だから、某有名俳優が北海道でやってたよ、谷泉洋さんがね、やってたような旅だのフィッシング。そう、釣りをしながらサイコロ振ってもらって、出た目の時間、例えば2が出たら2時間、6が出たら6時間カブで走ってもらって、で、釣ら6時間走った先の海で釣りをしてもらう、はいはいはい、なるほどね。そうそうそう、で、釣りをしてもらって、その釣って、そこでもまたサイコロ振ってもらう、で、そこでもまたサイコロ振ってもらって、3が出たら3匹、6が出たら6匹、その町で釣ってもらう。なるほど、うん、で、その釣った魚の引き数をクリアできなかったらその町にずっと滞在する。地獄やん。じゃあ6が出ました、最初移動の時、はいはい、じゃあ6時間移動して、はい、着いた町だったらどこでも釣っていいんでしょう。釣っていい、マッシュアポイント見つけてね。もちろんもちろん。で、そこでまたサイコロ振るわけだ。サイコロ振る。で、そこがまた6だったら魚6匹釣るまでそこの町から出れない、出れないと、出れない、地獄やないかい。マジかっていうね。だからもう本当にだから太一くんの釣りの技術がもう存分に発揮される旅というか、てかまあ修行になるよね、武者修行でね。この企画考えるまでもう2ヶ月費やしましょうこれ温めて温めてやっと出した、はいはい、じゃあ質問、はい、はい、カブのガソリン代は？いいっすね。もうそこはネックでしょ。いいっす、ガソリン代も何から何までも全て生きるためのお金っていうのは、今回のこの釣りのね旅の動画っていうのはこれ毎日配信していきますので、おー、うん、で、この毎日配信した動画の再生回数かける2年が、例えば100再生しかしなくて2ヶ月、1日これを私があなたのゆうちょ金庫の口座に送金しますで、基本的にはもう食べ物に関しては自分の釣った魚で生きててもらう。だけ？もちろん。だから自分で米とか、いや、うまいんでしょ？だって釣り。うまいで？釣りうまいんでしょ？うまいけど、うん、米とかは？だからその、だから米って言ったら、ああ、生きるためのお金を君は自分の釣りの技術で全部、釣りの技術というか、皆さんにかかってるんだ、多分。皆さんかかってます、本当にそうだ。皆さんがこの動画を毎日見てもらわないと、どっかで死にますんで。え、怖っ。で、基本的に寝る時も、君の準備っていうことは、もう今北海道暖かくなってるんで。いや寒いでよ、恐ろしいよ寒い。北海道も今6月入るんで、はいはい、知らねえな晩の冷え方6月1日から、まあ、出発してもらいますんで、はい、6月1日の朝10時に出発してもらいます。今ゲーム中継をしてるわけですよ、うん、6月1日の朝1時まで、うん、いやいやその日やん。だからゲームをが終わった何時間後にはもう出発。地獄やないかい。やばいでしょ。やばいな。気持ちいいでしょ。気持ちいい。怖えやばっけ。まあ、これを皆さんの動画を見てもらう回数に毎日ね生活かかってる。なるほどなるほど、お願いします。あとは太一の釣りの技術。え、はい、じゃあ600升いきました。1200円です。じゃあカブのガソリン代1000円使います。200円もありました。コンビニやりました。おにぎり買います。いい、あ、いい、いいよ。生きるために使うから、うん、ただおにぎりは買わない方がいいと思う。いや、それは俺なりにやらせてもらいますわ。だったら、だったら町の人に100円とか渡して泊めてもらった方がいい。それはあるはい、はい、泊まるところは泊まるのは野宿だったから。旅の道具を買う資金は1万円だけ用意するんで。1万で何ができるんだ。から1万円でテント、寝袋、はい、魚を調理する器具、ああ、ああ、ああ、はい、それを買って、はい、最初買ってもらって、で、それ1万円ビタ使ってもらっても0円にしてもらって、そこから出発する。準備資金ね、はい、準備資金としていちゃう。ただ皆さん聞いてほしいのが、テントと寝袋と調理器具ぐらいしか買わないんで、まあそれで多分1万円で行くんじゃないかな。簡単に行くよ。ここだけ揃ってればなんとかギリギリギリ行ける。タイムリミットとかあるんですか？タイムリミットはね、基本的には6月30日、まあ、要は月末、6月は月末ですね。6月いっぱいね。そう、6月いっぱいで、だから6月いっぱいまでには、ゴールしてほしい。うちのこのスタジオがスタートになりまして、そこでもうサイコロ振ってもらいます。え、何どっちから行くの？時計回り。時計回り、うん、じゃ
もうあの稚内の方から西へぐるーっと回ってもらって、地獄やないかい。で基本的に6月いっぱいまでになんかゴールできなかった場合、基本的にまあ1ヶ月って縛りを一応まあ設けてるんで、はい、できなかった場合は、途中でその株ぶん投げてもらってヒッチハイクで帰って、地獄やないかい誰か迎えに来てー。であのこれだけじゃないです、毎日動画配信しますけど、そんな大事なこと言い忘れてました。やっぱり視聴者の皆さんが目が肥えてるんで、ね、やっぱ太一の野郎なら、まあ、どっかでなんだかんだやっぱ飯とか食ってるでしょとか、どっかでねなんかズルしてんでしょとかっていう風な視聴者やっぱり目が肥えてる、まあ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 、はい、ある、はい、やっぱり、まあ、俺もそうやって疑いの目で見ちゃう、まあ、そのために、毎日の動画配信とは別に、太一に今ゲーム配信と同じようにね、リアルタイムライブ配信をずーっとやってもらいますんで、監視カメラな、うん、ライブ配信、いや監視カメラの俺からしたらライブ配信よ、はい、今のゲーム実況動画もはっきり言ったらやってんだマジでみたいな、うん、確かにのがあるから、やっぱりみんなね、視聴者もやっぱりすごいなって思ってくれてるわけで、はいはいはい、どういう状況になっても皆さんの目に映る、パッと暇の時にああタッチ何やってんだなっつって見れるという、そう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 、常に YouTube ライブ配信、基本的にあの携帯電話で YouTube 配信ライブ配信できるのは登録者1000人以上かな、はいはい、だからそのためにあのちょっとあの登録者1000人ね、はい、あの旅のスタートまで行かなきゃいけない、いやそこ大事よね、大事大事、でもこれは YouTube の再生回数かける、ね、そう、あの毎日の動画配信だから、そのリアルタイム配信は関係ないから、あいやじゃあ動画持ってきますわ、リアルタイム配信に関してはそれはもうズルしてないから、皆さんにリアルをお届けする、あリアルをお届け、そうそうね、そうリアルをお届けして本当にやってますよ、そう毎日の動画に関してはダイジェストだと思って、なるほどね、毎日精神をさくまよんで大事、見えんだから見えんなんていいっていうあの企画をね、この1ヶ月間にわたり行おうと思ってます。いやー俺でも我ながらいい企画考えたなって、北海道釣りとしてこの今回ね、今サバイバル要素、サバイバルそうだし、でタイミングやっぱりね、今回は北海道が一番あの自粛の、うん、まあ、解除が遅かったんですけど、はいはい、ね、解除を機に、まあ、あのちょっとタイミングよくちょっとスタートさせてもらおうかなと、あでも本当はあのこういうコロナがなかったらね、もっと早くスタートしたかったって気持ちがあったんですけど、こういうことがよかったよ、あってもっとよかったら光栄人でって話まあでも楽しみでしょ、まあ半分楽しみ半分おっかない、うん、でワクワクはしてます、あなるほど、うん、そうだよ、うん、だからやっぱりあの北海道一周してもらうにはもらうからには、はい、やっぱりあの北海道のその訪れた町の魚だけじゃなくて、町の人たちというか触れ合いみたいなのももしかしたら垣間見えるシーンもあるかもしれません、うん、北海道のね町の人の触れ合いがやっぱりあの大切するの大事で、俺だって釣りよりもだって町の人と触れ合いたい、あったかい旅でしたよね、あのそういうふうな、まあ、告知をしながら、はい、あの北海道に、スラングチャンネル、そして太一っていうね人間をちょっと広めてきてほしいなと思います。いやすごいと思います、だから本当あのこれ多分ねゴールした時にはもう本当に感動のフィナーレ、感動のフィナーレ、感動のフィナーレ、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 何回も感動のフィナーレを待ってますね、こちらの、こちらの、はい、いや本当一回いいからみんな見て、みんなが一回見てくれたら結構いい額になるはず、ね、また出します、ガソリン代とか、確かに、そしてみんなが 見るだけじゃなくてみんな拡散してほしいよね、そうだね、お願いします、もうかわいそうだから見てあげてでいいから、33歳のこの動画おもろいから見てみたいな感じでみんな拡散していただいて、いい、もうおもろい、かわいそうだからでもいい見てあげてでいい、見えるんだろう、まあそんな感じで、はい、あの今企画発表の動画なんですけど、この動画も、うん、あの最初の再生数になってます、だいもっと本気出しちゃうとお願いしますこの動画実は、あ今この撮影した動画、これ実は5月の31だ、5月の31日の夜7時に、はい、要は出発の前の日の夜7時にこの動画配信されます、はい、でこの動画の再生数が、はい、初日のあなたの資金になります、この動画配信された瞬間からあなたの旅はもうスタートしてますんで、大事ね、最初お願いします、ぜひ、はい、スタートからちょっと、はい、バレ乗りなしで皆さんご協力いただければと思います、頑張ってきますという感じで、はい、太一の、壮大な北海道株で一周、釣った魚しか食べれまっているの旅スタートします、おー行ってきます、というわけで皆さんよろしくお願いします。